平市街岩木駅前平地区中心部周辺の空中写真。1975年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。岩木市の平とは現在の福島県岩木市の中北部で夏、イカ流域に位置する急上下町である。 1966年10月の大規模、合併前には平氏という氏であった。旧岩は全軍。戦国時代頃から岩木氏の本拠地として平という地名が見られるようになる。江戸時代には岩木平良と岩木を冠していたが、1889年4月に調整を敷いた際には平とされた。このページでは、1966年の合併前の 平氏の内容と合併後の岩き市平地区の両方を閉載する。福島県浜通りの南部に位置する旧城下町である。平安時代末期から戦国時代までは岩き市の本拠地として、江戸時代には岩き平藩の城下町として栄えた。廃藩地検当初の1872年1月9日から1876年8月20日までは、 現在の浜通りを範囲とする岩全県の県庁所在地であった。現在でも岩き市の中心地区であり、また浜通り地方の最大の商業地区を形成している。浜通りから茨城県、宮城県、中通りの3方を結ぶ交通拠点であるが、明治新以降は常磐線など茨城県からの交通網が早く整備されたため、南の茨城県北東部とのつながりが、 最も深い。太平洋に面していることもあり、気候は年間通して温暖で、冬でも雪は少ない。平らの由来には諸説がある。一つは、岩木のり道が本拠地を構えた時に、妻の徳姫がかつて居住していた平泉にちなんで、中心部を平らと称して、郊外を白水と称したという説である。もう一つは、 阿武熊高地と太平洋に挟まれた地域の中でも平坦な地形が比較的広かった点に由来する説である。旧国名の道の区国を頭につける際には、道の区岩木平、欧州岩木平というように、徳川時代の名称であった岩木平で故障されることが多い。なお、岩の字が岩から岩に変更された時期は鳥居忠政が入府した時である。 市政30年の歩みによる、いわき市の機関警察、消防国の機関福島県の機関行政区浜通り最大の商業地区となっており、市街地向け大型店舗や映画館も集中している。証券は、磯原から富岡までに及ぶ。また、城下町から発達したためか、行政都市や商業都市という色が濃い。2000年代以後は公害化に悩まされており、 平市街地の落ち込みが激しい。2001年には平市中町にあった百貨店の大黒屋が経営破綻するなど険しい環境にある。2007年には岩木駅ビルヤンヤンが閉鎖されペデストリアンデッキとバスロータリーとなり、変わって2007年10月25日に岩木駅前再開発ビルラトブが開設され風景や人の流れが一変している。 高等専門学校私立大学高等学校15丁目、交差点もよりの高速道路国道白水。阿弥陀道は岩木駅より内郷駅の方が近い。平良市に関するカテゴリー。ありがとうございます。